北島陽一の乱読図書紹介。今回は船に関する本の紹介ですが、船に乗ったことがない、ほとんど船には興味がないという人にも少しでも興味を持っていただけるように紹介しようと思っています。今回紹介する本は、あの船この船という船に関する文庫本です。著者の石渡浩二さんは世界の艦船という雑誌を作った人です。世界の艦船などという雑誌は知らないという人も多いことでしょう。船の世界での鉄道ジャーナルのような雑誌です。と言っても、今度は鉄道ジャーナルって何？という人もいるかもしれません。実は私が子供の頃、どちらの雑誌も家にあったのです。父親が購読していました。私の父は船が好きで、お金を貯めては船旅に出かけていました。船旅といっても海外へ行くわけではありません。私の名前は陽一と言いますが、それもどうやら父親が海に憧れを持っていて名付けたのではないかと思われます。その父に連れられて船に乗ることもありました。小さい子供の頃は東海汽船で房総半島の立山や伊豆大島までです。その頃は橘丸という美しい客船が就航していたのです。橘丸については柳原良平が橘丸物語という絵本を作っています。戦争中は病院船として働き、幸いにも沈められることがなく、戦後は東海汽船で就航していました。我が家には柳原良平の本が他にもたくさんありますが、これは今回紹介しませんので、別の機会があれば、紹介しようと思います。父親と乗った船といえば、日本の客船である藤丸や日本丸にも乗りました。変わったところとしては、海上自衛隊の護衛艦にも乗ったのです。それは父親が海上自衛隊の友の会に入っていたからです。それで私が船を好きになったかといえば、そうでもありません。私は中学生の頃は鉄道ファンであり、高校生以降は山歩きが好きになりました。せっかく陽一という名前をつけてもらったのですが、海ではなく山へ登るようになってしまいました。でも時折船に乗った時の楽しさを思い出します。それでカメリア丸に乗って大島まで行ったこともあります。橘丸という名前の船もあるのですが、これは子供の頃に乗った船とは全く別の船で、新しく大きな船です。今は伊豆大島まではジェット船で一気に行ってしまう人が多いのかもしれません。しかし、夜10時に東京の竹芝桟橋を出港して、翌朝の6時頃に伊豆大島に着く客船もまだ運航しています。カメリア丸に乗った時は、奮発して行きは特一等船室にしました。4人部屋でしたが、夏などの混雑する時期ではなかったので、他の乗客はなく、私たち夫婦だけで使うことができました。大島までの船旅ですが、豪華な船旅のような気分を味わうことができました。この記事を書いていたらまた乗ってみたくなりました。さて、本の紹介です。あの船、この船はコンパクトな文庫本ですが、船に関する様々な話がうまくまとめられており、船にあまり興味がない人でも、どれかの話に興味が持てるのではないかと思うので紹介することにしました。著者が創刊した世界の艦船には軍艦がたくさん紹介されていました。しかしこの本にはそうした軍艦の話はほとんど出てきません。著者は軍艦の話をこちらの本に書いています。軍艦に興味がある方はこちらを読まれると良いでしょう。今回紹介する本は主に客船の話と後半にある利根川水系の水運の話がメインと言えそうです。後ろの方に船の模型の話と船を描いた絵の話が出てきます。しかしそれらは数ページしかないのが残念です。客船の話で面白かったのはクイーン・エリザベス物語です。クイーン・エリザベス号はイギリスが作った豪華客船です。クイーン・メリー号の姉妹艦です。この模型は父親が作ったクイーンメリー号です。クイーンエリザベス号は煙突が2本です。ディズニーシーにあるコロンビア号の姿格好はクイーンメリーにとてもよく似ています。
そのクイーンメリー号は現在アメリカのロングビーチに停泊してホテルやレストランとして使われているそうです。かたやクイーンエリザベス号はどうなったかというのがこの本の話です。横浜に行くとたまに大桟橋に大きな海外の客船が泊まっていることがあります。それらの客船を大桟橋の屋上から眺めて船での海外旅行を想像するだけでも楽しいです。今の大型客船と比べるとえらく小さく見える船が山下公園の小さな桟橋に係留されています。氷川丸です。かつて海外航路についていた日本の船です。これは船内を見学できます。しばしの間この船のプロムナードデッキでデッキチェアに座って海を眺めるのも良いかもしれません。船旅は贅沢な旅ですが、飛行機などでさっと目的地まで行ってしまうのとは違った旅の味わい方ができます。ここでちょっと補足しておきたいことがあります。国内でも私は富士丸や日本丸に乗ったことがあります。そうした大型客船で海外まで行かずに国内だけを乗ることのできるチャンスがあるのです。それらの客船と同じくらい大きな船でもフェリーは違うということです。客船は船内での食事料金が運賃に含まれており、夜はある程度正式な服装で食堂に入ります。かたやカーフェリーはそんな必要はありません。どちらが好みかということがありますが、船旅そのものを楽しむというのでしたら、客船をおすすめします。利根川水系船運の回想断片は、特に船に興味がなくとも、歴史に興味がある人なら読んで面白い話です。そしてこの本では70ページ以上と一番長い記事です。私は以前柏市に長く住んでいました。柏市は利根川と接しており、野田市との境は利根運河です。今の利根運河はとても船が通れるような状態ではありませんが、昔はここを船がたくさん通っていたようです。利根運河は利根川と江戸川を結ぶ運河です。隅田川の方には小名木川がありますが、それらは昔どのような船が通っていたのかよく調べられて書かれています。市川の河野台あたりの江戸川を行く帆掛け船の写真なども掲載されていますが、川を今以上に利用していた様子がうかがえます。荷物の運搬だけでなく観光にも使われていました。今でも隅田川の水上バスなど川を楽しむことができますが、それがもっと盛んだったようです。そうした当時の有様を取り入れた田山花帯の寄稿文もこの本では紹介されています。さて最後の方にある船の模型と船の絵のことです。これはこれでもっとたくさん紹介してほしいところです。そうした本もあるのかもしれません。私の父は船旅だけではなく船の模型が好きで、プラモデルをたくさん作っていました。父が亡くなってそれらの多くは船の本と一緒に古本屋にもらわれていったのですが、いくつかは残しました。まだ組み立てていなくて箱に入ったままのプラモデルもあります。船の絵については年配の方なら蒲島勝一という人の名前をご存知でしょう。そうした人の絵は私が子供の頃には身の回りにありましたから、それを真似て絵を描くこともしました。海の波を描くのは難しいと思われる方もいるかもしれませんが、私はそうした絵を真似て描いていましたから、特に難しいとも思いませんでした。模型の話が8ページ、船の絵の話が13ページしかないのが私にとってはとても残念です。模型や蒲島勝一が描くような絵に関する本に出会ったら、それはその時に紹介することにします。と最後に言いましたが、本棚にタミヤ模型の社長が書いた文庫本があったことを思い出しました。次回はこの本とそれに関連する本の紹介をします。今回はこれで図書紹介を終わります。